さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はダイソーで人気の商品をたくさん購入してきたので今からご紹介したいと思います。ダイソーで大人気の漬物シリーズを4種類購入してみました。まず最初にこちら大人気のすぐ漬け、きゅうりや大根、なす、キャベツ、いろんなお野菜を混ぜて揉んですぐ浸かるっていうものです。次がこちらすぐ漬けのレモスコ味、レモンの酸味とタバスコの辛さが楽しめる調味料です。レモスコとすぐ漬けのコラボ商品になります。次がこちらわさび漬けの素、わさびのツンとした風味がある浅漬けの素になります。次がナス漬けです。ナスビを適当にカットして混ぜて揉んですぐ浸かるという漬物です。この4種類は別の動画で撮って食べ比べをしてみたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をして待っていてくださいね。次がこちら朝からサクッと玄米効果4枚入りです。玄米でできているブラウンライスケーキです。こんな感じです。原材料が国産の玄米のみで塩や砂糖は味付けされていません。そのまま食べてもいいですけれど、きな粉をかけたりスープにつけて食べたりとアレンジもできます。健康志向の方にねおすすめです。これもアレンジで使ってみたいと思います。次がバナナチップス2種類です。普通のバナナチップスと黒糖バナナチップスとあります。無添加のバナナチップスです。そのままサクサク食べてもいいし、ヨーグルトにトッピングしても美味しいです。小腹が空いた時やおやつ感覚で手軽に食べられます。次がダイソーでも人気のトリュフシリーズです。まずこれがフライドポテトトリュフ、こちらがトリュフチーズボール、黒トリュフと白トリュフが香るフライビーンズ、燻製トリュフおかき、白と黒のトリュフ香るミックスナッツ、燻製トリュフピーナッツ、トリュフがね入ってるの、いろんなものがあります。これも別動画で食べ比べをやってみたいと思います。次は面白いポテトチップスです。グランドポテトチップス、シーソルト味、こちらがチーズオニオン味、バーベキュー味、こちらがサワークリーム&オニオン味。珍しい形のポテトチップスになります。縦長のシート状のポテトチップスが10枚入っています。原産国はエストニアになります。これもアレンジレシピで作ってみたいと思います。次はコオロギせんべいです。将来の地球のことを考えて作られた環境に優しいおせんべいです。食料不足の対策の鍵になると言われている昆虫食になります。ピエール・エルメパリ贅沢紅茶、ピエール・エルメ氏のアンフィニマンシトロンをイメージしたレモンティーです。今ここにスイーツのマグネットがついています。次は熟成黒丸ニンニク、厳選したニンニクを添加物調味料一切加えずに、ニンニクの持つ発酵力により発酵熟成させた黒ニンニクになります。熟成することでニンニクの独特の匂いを和らげて、しっとり柔らかく果実のような深い味わいになっています。次がカムジャ麺、韓国のカムジャ麺は麺にジャガイモでんぷんやジャガイモ粉末を練り込んでいて、もちもちの食感が人気のラーメンです。このラーメンを作るためにこちら、これは300円だったんですけど、韓国ドラマとかでよく見るこのアルミの鍋でこの韓国のラーメンを作ってみたいと思います。でこれは IH では使えないので、以前購入していたこのストーブを使ってみたいと思います。このストーブの中に100均で売っている固形燃料を入れて、ここにお鍋を置いてラーメンを入れて作ると、ちょっとしたキャンプ気分も味わえるんじゃないかなと思います。100均の火を起こすのを組み立てます。この中に火をつけます。火をつけて鍋をのせます。この中にお水を入れます。まずは沸騰させます。お湯が沸いてきたら、麺をそのまま入らないので割って入れます。
が少しほぐれてきたら粉末スープと火薬を入れます。10秒だったら出来上がりです。こんな感じでしっかり出来上がっています。鍋を別のところに移してもまだ火が結構ついているので、目玉焼きを作ったり他の料理に使ったりすることもできます。今回のダイソー購入商品は以上となります。いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。